もハールマールギャラです。行日2年生編5巻、考察感想戦動画よいしょー。はい、ということですね、もう読んだ方ならお分かりの通り、巷ではね、もう過去一、行日史上過去一、最高な、もう最高で至高でファンタスティックな、巻だったのではないのか、そうね、騒がれています。2年生編5巻の、感想戦をね、ここから、この動画では皆さんとたっぷり、もうどっぷりとね、みんなと一緒にやっていきたいんですが、行日好きの、なんか友達かなんかと喋ってる感覚で、これこうなっていくんじゃないのか、いや、それは違うだろうとかあったらね、たくさんコメント欄に書いていただけたら、僕が見て楽しいですし、みんなもね、見て楽しいと思うので、いろんなコメント最後にコメント欄に書いてから、この動画を閉じていただけたら嬉しく思います。ということで、早速考察戦に行きまーす。パイパイパイ。エピローグ、茶柱さえの独白。今回第5巻でついに明かされていく C クラス担任茶柱さえの過去。これ以上誰も欠けることなく A クラスで卒業できると信じていた。あの日、あの時までは人類は思い出した。はぁ、だぁ、どいさね、たび。今回描かれていく満場一致特別試験で、茶柱さえは一体10年前に何をしでかし、どんなトラウマを植え付けられたのか、そして茶柱さえを今締め付けているものとは何なのか、これらの全てが明かされていく、そんな5巻になっておりました。これがね、結構今回の5巻の大きいテーマの一つだったのかなと思います。エピソード1、波乱の足音。2学期初日、須藤と綾小路の登校シーンから物語は始まっていけます。須藤が夏休みの最終日まで勉強していたことであったり、変なことを聞くけどよ、幹事のやつってもう篠原とはキスとかそういったことしたと思うか、そんなね、まあ、男子高校生らしいくだらない話が描かれていきます。そしてそんな二人の話に割って入ってきたのは、紛れもない綾小路の現在の彼女、軽井沢圭で付き合ってるんだ俺たち、二人の関係がついに表向きに明らかになった初めての瞬間でした。いや、まあ改めてですけど、このやっぱ綾小路の今後の、恋の行方、これはもう注目せざるを得ないなと。このまま軽井沢とゴールするのか、あるいは、一ノ瀬、堀北、さくら、別の誰かとはたまたゴールするのか、一体綾小路は今後どんな恋路を歩むと皆さん思いますか。ぜひとも皆さんのいろんな意見だったり考察、そして感想とかね、コメント欄に書いていってください。そして波乱の1学期と夏休みをくぐり抜け、本格的に2学期が始まっていきます。まず体育祭が10月に開催されるということ、そして11月には高度育成高等学校として初となる文化祭が開催されることが茶柱の口から告げられます。でさらに特別試験が、これは関連してくるかどうかはわからないですが、修学旅行も控えていますと。つまり今後の流れとしては、6巻で体育祭、そして7巻で文化祭で 7.5 巻で修学旅行、おそらくですけどこんな感じで描かれていくのかな、まあ、物語が直近進んでいくのかなと個人的な予想を考察しております。で、 C クラスはいつも通り堀北が指揮を取ることになり、各々ね、企画の提案を持っていくんですが、本堂の唐揚げ屋さんのような低レベルなね、企画書はメモくれてもらえませんと。てかなんかね、今回の間堀北さんだいぶド S 要素強くなってきてる気がしませんか皆さん。まあ、僕はねもう全然、まあ、ありがたいというか、あ、もうすごくね、じゃあ逆に襲ったりしたらどう、あー、まあいいか、その辺はいいとして、佐藤から放課後ちょっと来てほしいと、堀北と、ちょっと近くにいた綾小路に声がかかります。でそこで提案された企画がメイド喫茶、サンプル衣装を着て見せた3人もさることながら、まだまだ強力な人材がクラスの中には眠っている。そんなことをね、綾小路が、心の中で思うように、堀北はかなり前向きに検討すると。そしてね、監督役としてなんやかんや巻き込まれる綾小路清隆。いや、これはね、ちょっと、マジで文化祭、楽しみですね。読んでる時はそこまで、まあ、普通に楽しみだけど、そんなには思わなかったけど、改めてこうやって感想戦でここ振り返ると、めちゃくちゃ、独特で、その個性豊かで、可愛いね、彼女たちを、まあ、まだやるとは決まってないけど、おそらく、っていうかもう、ファンとしてはもうやってくださいと、もうメイド喫茶でやってくださいとね。でももしやるとして、果たして綾小路清隆は彼女たち、もうかなり尖ってるね、あの C クラスの彼女たちをうまくまとめ上げることができるのか、もう結構これは、カオスな本当にカオスな感じになるんじゃないのかな。ちょっと文化祭マジで楽しみ。エピソード2、2人の教師運命の特別試験。2学期早々ですが、2年生のみ特別試験がまず最初に行われることが発表されます。その試験の名は満場一致特別試験。普通のクラスだったら一見なんでもない試験ですが、 C クラスには、とある一人の
うん、まあちょっとなんていうんですかね、例外な生徒、なかなか例外な生徒が一人いたせいもあって、かなり難易度の高い試験になっていきましたと。でまあこの試験でも指揮を取るのは堀北に決まっていきます。ですがここで堀北が指揮を取るように促したのは、来ました櫛田桔梗でした。ですがこの選択が後々櫛田自身の首を絞めていくことにつながりましたね。そして、軽井沢と綾小路の、まあ、恋愛関係が C クラス全体に明らかになったのもつかの間、綾小路グループで綾小路に並々ならぬ思いを抱く桜の親友である遥に声をかけられる綾小路清高。愛理の気持ち軽く見すぎてない、曲がりなりにもあの子をずっと見てるからよくわかる、こんなことで好きな相手が変わるほど清子に対する気持ちは軽くない。こんな会話をするから、もうこんな会話をするからね、後々のあのシーンがまあ際立つんですけどさ、ここのシーンを改めて振り返るとマジでサイコパスだね。うん、キヌガサ、ショウコとかいう怪物。そして、寮のロビーで待っている堀北とここで綾小路は遭遇をしますと、今お前にできることは柔軟な対応ができるような頭を作っておくことだ。迷いなくアドバイスを送る綾小路に少し違和感を持つ堀北。今の堀北なら俺の言うことを素直に聞けるし、理解できる柔軟性を持っていると判断したからだ。そんなやり取りをしていると、一通のメッセージが堀北の、スマホ、携帯に届きます。メッセージを返させて、彼女、下手したらずっと既読をつけない可能性があるから、一体ねこれ堀北は誰とやり取りをしていたんでしょうか。誰からのメッセージなのかわざわざ書かないっていうことは、今回の巻でかなり重要な伏線、そして、今後の疑問点になりそうなところですよね。うん、まあその既読をつけない可能性というと誰だろうね。うん、まあ個人的には、坂柳とかその辺なのかなと思ったりしますが、まあその理由とかはねちょっと長話になりそうなので、まあ、ちょっと動画の最後の方で僕の考察をちょっとこれは話したいと思います。一体でも誰なのかちょっとここはね気になるので、ぜひとも予想を皆さんコメント欄に残していってください。でそしてその日の夕方、軽井沢と陽介を自分の部屋に呼んで、満場一試験の根回しをしていきますと、二人には堀北のサポート役に回ってほしいということなどを綾小路が伝えますと。でこのやり取りが、かなり試験の結果にも左右したのではないでしょうか。で二人が帰った後、やっと月城代理に代わって帰ってきた坂柳理事長から一通の謝罪の電話が来ましたと。体育祭では来賓を呼ぶことが急遽決定してしまったことで、それによる綾小路への危険性、そして強制はしないけど対策として10月の体育祭は綾小路に欠席をしてもらって寮で待機してほしいこと、これらの特別処置が坂柳理事長を直々に綾小路に伝えられましたと。数少ない綾小路の良き理解者でもある坂柳理事長が帰ってきたことで、外部との戦いっていうのは一旦落ち着いていくのかな、うん、少なくなっていくのかな、そんな印象をここのやり取りから強く受けました。でどうぞ、櫛田先輩、そんなやり取りから始まる櫛田と矢上拓也の会話。あんた何者なの、なんで同じ中学でもないのに私の過去を知ってるわけ、警戒する気持ちは分かりますが、僕のことは特殊な立ち位置にいるゲストだと思ってください。そう、目的は綾小路先輩と遊ぶことなんです。櫛田と矢上の関係性、そしてついに仕掛けることを決意する櫛田、矢上一体何者なんだ。2年生編の最後を締めくくる、あるいは、まあ、3年生編の序盤とか、いやーでも2年生編の最後かな、おそらく、うん、この2年生編の最後を締めくくるのは綾小路、VS 矢上、この、熱い戦いなのではないのか、そして至高の一騎打ちにこの2人の戦いはなるのではないのか、そんなね、イメージがこの2人の会話の端々から、見えてきましたよね。エピソード3、暗雲、茶柱のモーニングルーティンから始まる特別試験当日、ついに満場一致特別試験が幕を開けました。ちょっとここからはかなりね試験の内容細かくなっていきますので、ちょっとね手元で電子書籍の方で読みながらちょっと感想戦の方を行わせていただきたいと思います。課題1、3学期に行われる学年末試験でどのクラスと対決するかを選択せよということで、まあ、綾小路が言うように簡単に言ってしまえば、坂柳と戦うか一ノ瀬と戦うか竜炎と戦うか、はい、分かりやすく言うとこんな感じですね。でもちろん1回目の投票は票数がばらけまして、私は学年末に戦う相手として理想的なのは B クラス、つまり一ノ瀬さんだと考え、堀北らしい土星論の弁論も相まってクラスの方向性は着実に B クラスの投票に固まっていくことになりますと。でさらに追い打ちをかけるように男性陣を代表する、まあ、クラス全体を代表する陽介のさらなる追い打ちだったりとか、まあ、女性陣の中でかなり強い発言権を持つ発言力を持つ軽井沢のさらなる追い打ちも相まって、こちらの第1問は、第2回の
の投票で満場一致 B クラス39票で何の問題もなく進むことができました。続いて課題に、これがね結構なかなかやり取りが面白かったと思うんですけど、課題に11月下旬予定の修学旅行に臨む旅行先を選択せよということで、選択肢北海道、京都、沖縄ということでね、もちろんまあ第1回の投票結果は北海道、京都、沖縄それぞれ全部いい感じというか京都3票しかないけど、まあ分かれまして票が、これ来たらじゃあじゃんけんで消えましょうと、それぞれリーダーを出し合ってそれぞれね、北海道、沖縄、京都運勝負で消えましょうと、そんな感じの、方向性の持っていき方で舵を切りますと。でそこでね、あの京都3人しかいないんですけど、京都勢の中で手を挙げたのは慶生ですと。京都は俺の希望する修学旅行先でもある、俺の分まで任せたぞ慶生、苦しい戦いになるがなんとか勝ち抜いてくれとね、そういったちょっとした人間らしい感情は綾小路にもあるんだなと、ちょっと可愛いけどね。でそしてね、これが一番まあ可愛いなと、もう俺からしたら最高だなと思ったのが、堀北が慶生が名乗りを上げてからわずか10秒にも、満たない儚すぎる時だった。堀北が額に手を当ててため息をつく瞬間を目撃し、やっぱりあいつも京都に行きたい一人だったんだなと確信したとね。いや堀北もやっぱなんやかんや可愛いとこあるんだなと。そしてなんかこのやっぱりあいつもっていうのはちょっと気になるんだけどね、やっぱりっていうのはなんか別になんかそれっぽいやり取りはなかったから、なんでこれやっぱりあいつもって言ってんのか疑問なんだけど、なんかいいね、なんかいいよね、やっぱこのなんか綾小路堀北なんやかんやね、やっぱこの二人ってなんかすごく思ってるものっていうか、なんか思考とかがなんかすごく似通ってんのはもう、あの結婚しちゃいなよ、ゆう結婚しちゃいなよとね、うん、もうあの綾小路が結婚しちゃいなら俺が結婚する。そしてじゃんけんの結果は北海道で決定しまして、第3回の投票結果として北海道39票、京都、沖縄0票0票ということで、難なくちょっとまあいろいろありましたけど難なく課題クリアで突破することができましたと。課題3、毎月クラスポイントに応じて支給されるプライベートポイントがゼロになる代わりに、クラス内のランダムな生徒3名にプロテクトポイントを与える、あるいは支給されるプライベートポイントが半分になり任意の1名にプロテクトポイントを与えますと。でそのどちらも希望しない場合、3つ目の選択肢ね、3つ目の選択肢が、どちらも希望しない場合、次回、筆記試験の成績下位5名のプライベートポイントがゼロになると。でどの選択肢が選ばれても、プライベートポイント没収期間は半年間続けますよと。で半年間の間プライベートポイントが少なくなる代わりにどんな、まあ、メリットとかを得るかみたいな、まあ、そんな感じをね、まあ、3つの選択肢であったわけなんですけど、真っ先に声を上げたのは池と佐藤、まあ、成績下位の方と思われる生徒でしたと、うん、でまあ、あのお金がなくなるのはやばいと、篠原とデートできなくなると、そんな感じをね、まあ、ちょっとくだらないやり取りなんかもね、あの微笑ましいやり取りなんかも描かれつつ、まあその堀北が1個言ったのは、まあ、3つ目の選択肢にして成績下位5名のプライベートポイントが減る分、まあその減った分はみんなでそれぞれ平均的に出し合って均一化させればいいんじゃないのっていう、そんな感じの提案をする中で、雪村がある提案をここで持ちかけます。いや俺が推す選択肢は2番目、プロテクトポイントを任意の生徒に付与する方だ。一番ないとみんなが思っていた選択肢2を希望する展開に堀北や、まあ、おそらく他のクラス一同も、驚きを、見せますと。それは言葉を言わず言うならあなたに付与してということと堀北がもうドストレートに聞くと、戦略的に判断するなら堀北、俺はお前以外にないと思っていると、うん、で、ああ今お前はこのクラスのリーダーとして力を発揮してる、 OAA での実力にも不満はない、これから先坂柳や龍炎みたいなやつと張り合っていく上でリーダーは最も危険にさらされる重要な役目であるとも言えると、あの二人なら容赦なく堀北の退学を狙ってきても不思議じゃない、それならお前にプロテクトポイント付与しておけば他クラスの強敵相手にも臆せず戦略を立てて、戦うことができる、俺はそんな状況を想像した。さらに理由はそれだけじゃないと、普通はプロテクトポイントを保有すれば気の緩みも生まれると、で自分だけは大丈夫だと、どこか普通の生徒だったら本気にならないリスクもあるけど堀北はそういう人間じゃないんだと、そう、俺は感じたんだっていうね、そんな感じの、まあ、かなり、堀北のことを、太鼓判押すような、そんな感じの発言をし、まあ、他にも例えばだけどこれは綾小路が言ったようなちょっと どっか言ってやけど、プロテクトポイントを持つことにより、まあ、普通じゃ取れない戦略、奇想天外な、戦略を立てることもできたりするなどと、まあ、かなりやっぱこのプロテクトポイントを持つメリットっていうのはでかいんじゃということで、慶生の作り出した空気のおかげもあり、第2回の投票でランダム3名に付与0票、そして堀北を選び付与が39票、1名を選び付与が39票、そして付与なしが0票といった感じで、こちらの課題3も難なくクリアをすることができますと。そして続いて課題4、2学期期末試験において以下の選択したルールがクラスに適用されると、はい、選択肢難易度が試験の難易度が上昇する、続いてペナルティが
増加する、続いて報酬が減少する、もう全部デメリット、そんなにもう最悪な選択肢なんですけど、こちらもね、まあいつも通り第1回の投票はまあもちろんバラバラだったんですけど、次の2回目の投票でなんと、ペナルティの増加の選択肢で満場一致の、結果を導き出すことに成功します。もう本当にもう一瞬だったね。真面目に取り組めばペナルティを避けることは難しくはないと、堀北のね強い説得もこうなして一瞬でここはくぐり抜けることに成功しますと。でそしてやってきました、今回の満場一致特別試験の一番の最難関、そして C クラス担任茶柱にとってのトラウマの課題でもある、課題5、クラスメートが一人退学になる代わりにクラスポイント100を得る、括弧賛成が満場一致になった場合退学になる生徒の特定および投票を行う、選択肢賛成反対全員の投票が終わったためその結果を伝えると、茶柱の言葉の後、出た第1回の投票結果は賛成2票、反対37票ということで、まさかの、クラスポイント100を手に入れる代わりに誰か退学者を出しても問題ない、そう思う生徒が、C クラスの中に2名もいるということが判明してしまいましたと。でまあまず最初はね、もうあの当たり前のように疑われる高円寺なんですが、もう案の定ね、その賛成に投票していた2人のうちの1人は、高円寺でして、2年生に入ってのあの1学期の無人島試験で1を取ったじゃないか、もうだからもう自由に何やってもいいだろうと、そんな姿勢を見せますと。でそれに対して、いやお前それはないだろみたいにみんなで言うんですけど、案の定高円寺の、まあ、狙っていた通りにことは進んでいき、じゃあこうしましょうと、堀北が提案します。あなたが今から反対票に回って、その後反対による満場一致が認められた場合、この先あなたが卒業するまで毎月私が学校に代わってプライベートポイント1万円分、つまりそのクラスポイント100を手にした場合、高円寺に入ってくるプライベートポイントを、堀北自身が代わりに支払ってあげますよと。それなら、まあ、あなたにとって、まあ、クラスポイントが100増えたのと変わんないでしょう。でこれに対して高円寺はさすがは堀北ガール、それほど時間を要せずその最適な結論にたどり着いてくれたようだねということで、最初からね、まあ、この提案を引き出すための賛成の方に投票していたという、いやーすごいね、高円寺はどこまで行っても高円寺じゃね、いやどっから見たいね、この高円寺の本気っていうのは、ちょっと妖術が完結するまでに一回お願い書いて、一回でいいからちょっと木永先生書いてください、お願いします、はいといった感じで高円寺は反対票に回るんですが、第5回投票結果賛成1票反対38票ということで、まだいます、固くなにクラスメイト1人を排除してでもクラスポイント100を、手に入れたい、そう思ってる生徒がいます。でここで綾小路が動きます。咳払いを2回ね、ゴホンゴホンとゴホンゴホンとして、軽井沢が事前にね、あの打ち合わせしてた合図によって軽井沢が動きますと。単なる私の勘なんだけど、もしかして誰が賛成に投票してるのか、目星がついたりするんじゃないのかな、ついてたりするんじゃないのかな。そうね、軽井沢さんの言う通りを、私は賛成に投じ続けてる人物に心当たりがあるかもしれない。そして堀北陽介、そして綾小路まで反対に投票してくれとお願いするんですが、そんな連携も虚しく、6回目の投票結果も賛成1票反対38票、第7回第8回両方とも賛成1票反対38票と、変わらない結果の繰り返し、今までなんとか耐えていた茶柱も、ここでついに、ダウンダウンしてしまいますと。教師が特定の選択肢に誘導することは許されていない、当然私としてもそのような行為はしない、しかし一つ昔話をしても構わないだろうか、私はこの高等育成学校の出身だ、そして学生時代にこの特別試験を受けたことがある、そうだ5つの課題、多少内容が異なるものも存在するが、今お前たちが直面している最後の課題は一言一句違わず同じものだ、退学者を出しクラスポイントを得るか、仲間を守りクラスポイントを得ないか、一つ確かなこと、それは悔いを残さず全てを出し切ることだ、賛成反対あるいは時間切れ、どの選択をお前たちが取ることになったとしてもその結果に対し後悔しない道を模索しろ、まだ時間は残されている。いやここはちょっとね、なんか今までずっと茶柱先生のなんか葛藤であったりとかを見てきた一読者としてはなんかすごく、まあ、思うものがありましたね。そろそろ覚悟を、決めなければならない時は近づいているわ、でもその前にもう一度だけ話をさせて、私はあなたの敵じゃない、味方なのよ。何度も今まで見てきましたね、一人の人物、彼女にはいつもこう堀北は常に常にこれを言ってきました、私はあなたの敵じゃない味方なのよ、脳裏に何度もよぎってるだろう、その賛成者の名前、もうこれはね、もうこのなんだろう、この脳裏に何度もよぎってるであろうその賛成者の名前、これは綾小路の心の中だけど、おそらく読者に向けても言ってる一言だと思うし、まあ、すごくねここまで来てもこうなっちゃうのかとすごくなんか思いましたね。ということで第9回の投票結果はあっけなく賛成1票が残る結果となって
ってしまいましたと。エピソード4、一ノ瀬ほなみの選択。ここからは他のクラスの今回の満場一致特別試験の様子が描かれていきます。まず最初課題、もう初っ端から課題5からでしたね。やっぱり一ノ瀬たちのクラスってもう当たり前にこの協調ね、まあやっぱり重んじるクラスなので、他のクラス、どこのクラスよりも絶対に選択肢に、まあこの判定を選ぶだろうって感じだったんですけど、その中で賛成が1票だけ入ってまして、その賛成票を入れた人物の名前は、神崎でしたと。この先俺たちのクラスが勝ち上がっていくためには新しい決断を選択する必要があるだろう。すでに崖っぷちだ。なのにいつまでもその崖から落ちるはずがないと高をくくってるんじゃないのか。もっと貪欲にクラスポイントを追わなければ A クラスに上がるのは夢のまた夢になってしまう。やはりこの B クラスってすごくこの一ノ瀬の信仰心が強いと言いますか、あんまり言い方良くないかもしれないですけど、まあ一ノ瀬教じゃないですけど、そんな感じ、ちょっと宗教チックと言いますか、みんなで仲良くゴールしようのこのバイアスにかかってると。でこのままでは A クラスに上がることは愚かも、 C クラスあるいは D クラスとどんどん落ちぶれていってしまうんじゃないか、そんな俯瞰した、まあ、救いの手みたいのを神崎が差し伸べるんですが、勝つためにいろんな選択肢を持ちたいのはよくわかるよ。でも中には絶対に選んじゃいけない選択肢だってある。私はこの課題の選択がそうだと思ってる。退学者を出してもらえるクラスポイントが少ないからじゃない。クラスポイントと友達を天秤にかけることそのものが間違っているんだよと。でその後神崎もね、もう必死に抗い続けるんですけど、一緒に頑張ろう神崎くんっていうその一言で、俺なりに無理やりにでもこのクラスを変えようと思った。だがどうやら俺にはその資格、いや実力はないようだ。ここもね、もう言い直すところもお前リーダーに向きすぎてるよとね言いたくなるんですけど、40人によって導き出された答えは、賛成0票反対40票ということで、堀北が取れた選択、リスクを取ってじゃないけど堀北はその何が何でも50ポイント掴みに行った。そして、まあ、一ノ瀬のクラスは50ポイントに高をくくったじゃないけど花高さんになった。やっぱこのね差は、まあ、今後かなり影響していくだろうし、なんかいわゆる一の、まあ、コントラストというか、まあ、追肥になっていてちょっと面白いなと個人的には読んでいて思ったりしましたということで、エピソード5、龍炎かけるの選択。龍炎のクラスもね課題5から映画から始めまして、さすが龍炎って感じだったね。最初から全てを分かっていたかのような、ここでただ時とを潰すだけ、一方的にここでガンガン潰すんじゃなくてじわじわと潰していって、最終的にほらお前の仲間いると思ってたけど全部実はこっちの仲間なんだよというか、もうお前の仲間なんて一人もいなかったんだよと、もうそこまでもうめっちゃ打ちにすることによって、もう死体打ちすることによって、もう今後も多分長い間、もちろんねその龍炎に対していろいろ抵抗はしてくるかもしれないですけど、まあ、あくまで龍炎にちゃんと従わせる。もうやっぱ龍炎化け物だな。最後にでもね一つすごいなと思ったのは、そのねあの葛城に対してちょっとさ、椎名日和はなんかちょっとどこか一個違うというか、本当に前の工事ほどではないけど、まあ、どんな力を秘めてんだろう。しかも日和ファン多分結構多いと思うから、日和のこの素性、まあちょっとなんか今後やっぱりどこで出てくるんだろうって、何やかんやちょっと活躍するから、ちょっとねどういった力を秘めてるのかかなり気になるところですよね。エピソード6、坂柳アリスの選択。退学というキーワードには驚かされつつも冷静に投票していく A クラスの面々。最初ね賛成2票がいたんですけど、坂柳のまあ力が前面に出てるというか、もう一発で第2回の投票結果で賛成0票反対38票で終わることができ、もう圧倒的速度、もう他のクラスにはない速度で満場一致特別試験を A クラスはあっけなくクリアしますということで、もう本当にA クラスって最強だね。かなりの強敵にはなっていくのかなと思いますよね、 C クラスからしたら。エピソード7、堀北鈴音の選択ということで、いよいよやってきました。肝心の C クラスはどういった結末を迎えるんでしょうかということで、第10回投票結果、賛成1票反対38票ということで、もはや宮北光景がたらたら繰り返されると。そんな C クラスの投票数がもう膠着してる中、一人の男が発言をします。その男が綾小路清隆です。このまま反対に固執しても時間切れを迎えるとなれば、賛成に回る以外に方法はない。もう全員が分かっているはずだと。今の状況で賛成に問い続けた人物を突き止めたとしても、その人物は反対に投じないと俺は見てる。今なら賛成による満場一致は可能だ。そして唯一の離反者を裁判にかけ、38人でその一人を裁くことができる。強引だが満場一致を持っていけるということだ。つまるところここで綾小路は、今まで慈悲をかけてたその賛成、綾小路が予想しているその賛成者一人に対してもついに、切ること、そいつのことを捨てることをここで決断したということですね。覚悟を決める堀北、相手はお前を取るつもりで仕掛けている。狩るか狩られるかの戦いをする以外に道はない。第16回投票結果にてついに賛成39票、反対0票という、もう最悪の方向での満場一致が可決されてしまいます。でまあいろいろね、誰を退学にさせるのかっていういろいろあったりするんですけど、そこでねある女性が提案をします。一つの提案をします。悔しいよ、私たちには本当は反対で満場一致にするチャンスがあったんじゃないかな。で粘り強く説得を続ければ賛成に
投じていた人も最後には分かってくれたと思うの。私、批判を受ける覚悟で言うね。私はこの特別試験のリーダーだった堀北さん、もしくは賛成に投票するように促した綾小路くんがその責任を取るべきだと思うの。というね、もうバケモンもうただのバケモンがここで現れましたと。もう綾小路からしたらね、もう何なんだお前はとね、もうここまで俺らが慈悲を与えてんのに、もうここでそれやってくるかとね、もう呆れたでしょうね、堀北はそれでも一縷のね望みは持っていたんでしょうけども、綾小路はもうついに呆れただろうね。あ、もう無理やと、もうここで確信に至ったと思うんだけど、今回の C クラスの満場一特別試験を終わらせるためのトリガーがここで引かれましたと。そしてついに綾小路清隆は決断をします。ただ答える前に、一つ提案をさせてもらいたい。今から名前を言うが、これは単なる発言じゃ済まされないと思ってる。もし間違った人物を言ってしまえば風評被害なんて言葉じゃ終わらないからな。だからこそ適当な発言じゃない裏返しとして、もし間違った人物言ってしまったことが判明した場合、その時は責任を取って俺が退学する。ちょ、清坂と言ったね、まあ反応みんながするんですけど、その人物の名前は櫛田お前だということで、今櫛田お前の難敵として立ちふさがることを選んだ。それなら戦うしかない。この相手を倒す役目は俺が担う。いや、かっこよ、こんなこと言ってた。それなら戦うしかない。この相手を倒す役目は俺が担う。かっこいいな、この言葉。櫛田の今までの表向きの櫛田しか見てないクラスメイトたちからしたら、櫛田ちゃんがそんなことをするわけがないとかね、意気とか言ったりするんだけど、証拠を出すから今からっていうので、その証拠がね、まさかここで出てきました。はい。今まで毎月振り込んでいた、プライベートポイントの履歴、はい、これを先生、茶柱に持ってきて見せてもらったら、それが証拠になると。そしてこのやり取りも録音していたと。これはね、録音その時していたかどうかはちょっと記憶にないんだけど、まさかのね、あのプライベートポイント、毎月振り込んでいたプライベートポイントが逆に櫛田の足を引っ張ることになります。ここでこれ持ってくるのもずるいよな。もうやっぱりもう妖術といえばここでしょみたいな、妖術のアニメといえばもうここでしょって言わんばかりのもう指紋べーっとり、あそこのシーンをねここで持ってくるね、衣笠先生のセンス、もうてかアニメどころじゃない、もう妖術の中のもう名シーン10選とかにもう入ってくるレベルのあのシーンをここで持ってきますと。ですがあれが証拠にあるんだよって言うんですけど、そんなことはやってないと。かなりねもう1年近く前の、そんな指紋なんてもう残ってないぞ今。もうブチ切れますとついに本性を表す櫛田。いや、ここはねもう最高だったね。悔しい悔しい悔しいっつってね、いやー、ここでもう来たね。完全に裏の顔を露呈させてしまった櫛田。そして櫛田は中学時代と全く同じ、ことをやっていきます。信頼で培ってきた、いろんな生徒からの秘密であったりとかもうひたすら暴露していく。もう全くね中学と同じことをもう何も成長してないのかお前はとね、そんな感じで最後もう壊すものだけ壊しちゃおうっていうね、取り返しのつかないことをしていく、そんなね櫛田で、そんななんかもう綾小路はもうこれで櫛田の退学でもう全てが片付くだろうと思っている中、堀北はとある行動を起こしますと。これがねまさかの結末、今回の試験のまさかの結末を呼ぶことになるんですけど、このまま綾小路くんに全てを委ねてしまっていいのか、いいわけがない、なら考えなさい、何が正しく何が間違っていて私にしかできないことがないのかを、綾小路くんという人の実力を認め尊敬し、そして改めて考えるもの、まぶたの奥の暗闇の先から一筋の光が差し込んでくる。ああそうなのね。やがて私は一つだけ確実な答えにたどり着いた。櫛田さんが今ここで退学になること、それが正解ではないということ。いや、ちょっとここ鳥肌が立ったね。そして今ここで櫛田さんを救える人物はきっと私しか存在しないということ。止まりかけていた時が回答し、秒針が再び動き出すということで、まさかのここに来ても手を差し伸べるのは堀北鈴音。ちょっとねこの決断、ちょっとまあ考察というか、一つ話すと、おそらくだけど、まあ以前堀北学、元生徒会長堀北学のあの卒業の時に、私はどうしたらいいんですか今後みたいなこと言った時に、お前らしさを貫けみたいなことをね堀北学に言われたのよね。おそらくそれがここで生きたんじゃないのか、綾小路を越すためにはお前自身を貫くことが正解だと、そんなアドバイスを受け、ついにこっちが正解なのか果たして分かんないけど、堀北なりの正解を導き出し、櫛田を、退学にしない選択を選びましたと。もう櫛田からしたら、何なのお前も何なんだよって言った感じなんだろうけど、あ、ここめちゃくちゃしびれたね。もし本気だって言うならその考えを変えさせてあげる、地獄の続きを再開しよっか、私はさっきの光景を見て地獄のようにはとても見えなかったわ。間抜けで滑稽でただただ醜態を晒しているだけ、単なる愚か者に見えていた。
ハートでもここもう最高、もうド S だね堀北。確かにあなたは普通の人より勉強はできる、でも根本的なところで頭が致命的なまでに悪いのよとそもそも中学時代に同級生に自分の本性を知られてしまったから秘密をの暴露をして学級崩壊させたのよねと、その反省を生かすためにこの学校に来たけど運悪く同じ中学の私と再会した、そして入学してすぐ綾小路くんに裏の顔を目撃された、笑ってしまうわね。それだけじゃない、あなたの過去に興味もなかったのに勝手に存在に耐えきれなくなって詳細まで話して退学させることにこだわり続けた、挙句の果てには綾小路くんと取引をしてアドバンテージを取ったつもりが逆に利用までされる始末、その結末がこれよ、退学者が出せる賛成にこだわりすぎて足元を救われたとね、もう惜しげもないほどに侮辱を込めたため息をつく堀北というのも最高、もう最高でした。まあ結局結論、櫛田は退学をしない方向性になり、じゃあ誰を退学させるのよと、このままクラスポイント300失うならいいのかってなった時に綾小路がもう最悪の役を、本当に綾小路からしたら今までの綾小路だったら絶対に勝って出なかったであろう役目を綾小路は切り出します。確かな堀北の成長を感じながらも、俺は彼女の言葉よりも先に行動を起こす、今ここで堀北がリストラを宣告する残酷な役目を担う必要はない、待ってダメよ、そんな目が俺を見る、それで理解する、俺と堀北が思い描いてる人物が同一人物であることは明白だ、ここ同一人物だったんだね、堀北もその人物を描いていたのか、唯一賛成に問い続けた櫛田は退学に値する生徒だ、だが堀北の言うように有能な生徒であることにも変わりはない、それなら別のアプローチを考えるしかないだろう、つまり退学すべき人間は現時点でクラスにとって不要な生徒にするだけだ、このクラスで現在 OAA が最下位の生徒は桜愛理だ、は何言ってんの、こんな時に悪ふざけなんてしないでよ、立ち上がり激怒したはるかが俺を睨む、はい、ということでまさかのですよ、マジかお前と、読んだ人も百発百中えって思ったけど、まさかのここで綾小路はさくら愛理を切る選択をしてきます。いやーこれはねオーマイガーですよ、絹笠先生、絹笠翔吾オーマイガーですよ、これもう絹笠翔吾オーマイガー案件とね名付けたいところなんですけど、だったら好きにすれば私は最後の最後まで愛理の退学に反対し続ける、そんな遥の抵抗をむらしくついに最悪の結末を迎えてしまいます、ありがとう遥ちゃん、もういいんだよ、震える声全てを悟ったように愛理は言う、クラスの中でいらない子がいるとしたら多分それは私なんじゃないかな、京高くんの言ってることは何一つ間違ってないんだよ、はるかちゃん。全部言う通り、誰かが退学するしかないのなら、一番クラスの足手まといのは私が消えるべきなんだよ。といった感じで、最終的にみんな私に投票してください。と、バーカー声にもならない悲鳴がクラスに響いたことでしょう。最終的に第22回投票結果、賛成38票、反対0票で、さくらの退学が決定してしまいましたと。いやーこれはねマジか、ただの何でもないね、綾小路の好きな生徒ならまだわかるけど、綾小路のことを本当に心から愛していて、しかも友人でもあるんだよ、綾小路グループっていうね、もう毎日のように一緒にね放課後とか遊んでいた、そんなメンバーの一人を切るってやばいぞお前マジで。こんな形でねまさか満場一特別試験を幕を閉じるとは誰も想像してなかったんじゃないのかなといった感じで、幕を満場一特別試験 C クラスの満場一特別試験は幕を閉じまして、この挿絵だよな本当に、いやーもうこの挿絵辛かったな俺見んの、ちょっと勇気を出すのが遅くなっちゃったけどね、へへへっていった感じで、バイバイ京高くん、うわはい、といった感じで、なんか脳みそバグりましたが、最後ね、茶柱と二人のやりとりがあったりとかで、お前はもう何者なんだと、私はもう、だお前に追いつけることはないな、みたいな、先生だけど、もう、お前は多分もう人間をこう超越したもう神みたいな存在なんだな、みたいに、茶柱に認められて、でもね、茶柱も今回の一件で前に進むことができといった、そんなね、今回のこの満場一特別試験の一個のね、この軸であった茶柱さえの成長を見られ、今回の2年生編5巻は幕を閉じる、といった感じの終わり方でしたと。最後ね、後書きで一個気になったのが、後書き読んだ人なら分かる通りね、それから最後に次回6巻の後書きでは、ここ2年ほどずっと心に留め続けていたある思いがあるので、その辺にも触れられるといいなと思いますっていうのが、もうおそらく、ね、巷では
まあアニメ化とか、なんで2期がやんないのかとか、そういったところの話なんじゃないかとか言われてるので、ちょっとねこれは次の後書きは要チェックといったことで楽しみなんですが、まあちょっとそうだ、先にじゃ あの総評に入る前に1個ね考察を残しておいたところがあると思うんだけど、堀北の連絡相手が一ノ瀬なんじゃないかと思う理由、綾小路がそのまあ最後坂柳のクラスに転校していくんじゃないか説、転校じゃないちょっともう言葉はひっちゃかめっちゃかだけど、まあ最後その A クラスにまあ綾小路が行くというのも、その本作の主人公ってまあやっぱ綾小路だけど、まあ裏主人公って呼ばれるものがまあやっぱりこの堀北なんじゃないのかと、これはでも読んでる人なら誰でもねそういった感覚があると思うんだけど、もう裏主人公っていうかもうなんなら主人公って言っていいぐらいの存在だと思うのね堀北って。っていうのでとなるとね、この作品でじゃあ最後ラスボスになんのって誰なの、この作品の最後のラスボスになんのって誰なのって考えた時に、シンプルにねその綾小路の父親がボスになるっていうのは、まあ、一番の王道というか一番はそうなのかもしれないけど、そんなんで終わるわけないじゃないかと、この物語が。じゃあそうなった時に誰がラスボスになったら面白いか、そっち側の作る側の視点で考えてみてください一回って考えた時に、 D クラス龍炎、まあ龍炎もまあそうでもないかなと、で B クラスの一ノ瀬、まあ一ノ瀬もそうでもないのかなと、で A クラス坂柳、まあ A クラスの坂柳は面白いっちゃ面白いかもしれないけど、まあそれも普通だなと。じゃあそう考えた時に誰がラスボスになったら面白いのか、そうです、まあラスボスというかどういった構図になったら面白いのかって考えた時に、仲間の裏切りじゃないですけどやっぱりこの寝返るっていうところで綾小路が A クラスに行くんじゃないのかと個人的には予想しておりますと。 B クラスの堀北クラス対 A クラスの坂柳、この一騎打ちがこの物語のまあ結末というか最後の結末、そしてそれに堀北は勝てるのか、それともやっぱり綾小路には勝てないのか、まあ、一番美しいのは勝つことだね、それが一番美しいね、いわゆるそのホワイトルーム、綾小路を否定することにつながるから、おそらく綾小路はどこかで俺のことを否定してほしいというか超えるような存在に会いたい、まあ、そういったね飽くなき探求心というかものがあると思うのね。っていうのでそのまあ俯瞰的に見た時にこのなんだろう、堀北のことをなんかどこか育成してるじゃないけど、どっかなんかその成長させてる、うん、そんな感じに見えるのね俺の目には。でそして片やその龍炎とかもどこか上からちょっと上から目線でなんか成長させている、まあ教師のような、ね、目線で成長させてってる、一ノ瀬もそんな感じの目線で、坂柳だけこの教えるっていうあれをしてない気がするんだよね。もうなんか基本対等で、おそらく俺的には龍炎をもう最強の状態にさせて戦って、倒せますと。で一ノ瀬を一ノ瀬みんなやっぱ特色が違うからそれぞれ一ノ瀬のも最強の状態に仕上げて最後に叩き潰す、そして堀北も最強の状態にしてさあぶつかって叩き潰すのか、あるいは超えてくるのか、まあ、みんなそれぞれね俺を超えてほしいって思いはあるだろうけど、そっち側の2人龍炎と一ノ瀬はもう普通に叩き潰して、そして堀北が最後、まあ、敵になるんじゃないのか、なんかそんなイメージが俺的にはすごくついています。なのでねここでやり取りしてんのは、まあ、坂柳であり、なので坂柳自身もちょっとそれを悟ってんじゃないのかなっていうのを思ってて、堀北と裏でやり取りして、まあ、堀北はそういったね綾小路を超えるような存在というか、まあ、綾小路が離れても大丈夫な存在、多分綾小路も離れて大丈夫だなって思わない限りは多分離れないと思うから、そういった存在に させるため綾小路を自分たちのクラスに引き抜くためにも、まあ、そこで駆け引きが裏でね一ノ瀬と堀北との駆け引きがちょっとあったりするんじゃないのかなみたいな考察を俺はしております。多分考察してる人は結構いるんじゃないかな、こういった考察をしてる人でも俺もねこれは結構、まあ、納得がいくというか、まあタイミングがどこかちょっと分かんないけど、3年生編の中盤なのか、それとも本当にラストのラストなのか、どこでその悲劇の結末が待ってるのか楽しみですが、俺的にはやっぱそのなんかいろんな文章、まあ、見てて綾小路はやっぱり最後はその育てた B クラス、まあ、今 C クラスが育てた C クラスと、戦うことを望んでんじゃないのか、成長した C クラスと戦うことを望んでんじゃないのか、そんなように僕にはこの作品を見ていて思いますと。なんかこのなんか多分今回の感度はあったけど、なんか頭がチリチリとなんか熱くなる感覚があるとかも、あれもその堀北の成長とかああいったところを見てて熱くなってんだろうなっていうのがあるから、俺的には最後は戦うのが一番面白い展開だし美しい終わり方になるなとすごく思っているっていうので、ここのメッセージのやり取りの相手の予想は一ノ瀬じゃなく一ノ瀬じゃないもうダメだダメだ、まあ坂柳と俺は予想しております。はいっていった感じで、2年生編5巻ね、もう本当に妖術史上もう最高最悪の巻だったな、そんな感じで僕は思いました。ぜひとももう全部俺はね話すことは話したと思いますので、いろんな意見や考察そして感想もうどしどしコメントに残していってください。これはね
今後の様日目が離せないね。なんかまあそうだね、言っちゃえばそのタイトル回収をしましたね。ついに様日、ようこそ実力至上主義の教室へ。この実力至上主義っていう言葉を今回の満場一特別試験で、回収してきましたっていう、この、ね、タイトル回収もついにここでやってくるんだなっていうね。本当にあの映像化しろ、これはもうどうにかしても映像化しないともう気が済まない。今後綾小路がもう全てをさらき出した、綾小路の真の姿みたいのを、まあ、70% ぐらいさらき出したことで、他の周りの対応、綾小路の見方っていうのがどう変わっていくのか、綾小路の環境がどう変わっていくのかっていうのはすごく今後見どころの一つになっていくんじゃないか。特にもう次の巻もう早速気になるところですね。そして体育祭ね、綾小路は寮で休むのかどういった選択を取るのかとかも非常に楽しみですし、いやー本当にね、それこそなんか卒業した後やってほしいね。卒業した後その退学していった生徒のエピソードとかもちょっと見てみたいななんて、急になんかジャストアイデアですけど思いました。ということで、いろんな意見みんな書いてみてください。どんだけ長い動画になってるのか怖いです。はい、それでは今日はこれにごきげんよう。次回妖術、6巻の考察でお会いしましょう。皆さんチャンネル登録していってください。マジでチャンネル登録、ここまで見てくださった方本当にチャンネル登録だけお願いします。ということで、チャンネル登録、チャンネル登録。